詩のつく雨、放課後の校庭で君と僕はそれぞれの傘を差して佇んでいた。人気のない校庭は寂しくて話すことも見つからないまま、君の呼吸だけを感じてた。君と初めて二人だけで帰る方かの神様がいる。僕は信じてはいないけれど、今日だけは信じてもいいかな。クラス一の人嫌いで通ってる僕がなぜかおとなしい君をいつも見ていたことを知ってるのは、教室の窓とドア、声をかけて声を聞きたくて、だけど何もできず黙ってた。まるで奇跡が僕の胸に、不思議な力くれたみたいだ。